どうなの黒幕が乗っててどういう気持ちですか。やべ、なんともないです。なんともあるよ。なんか変な感じかなと思って、変な気持ちとかないですか。変な気持ちってどういうこと。なんか偏見持ってる。どういう気持ちなの。なんかそういうちょっとあんまり R指定の気持ちとかはない。R 指定じゃない。そういうことを言ってんのか。でも何か感情はあるでしょ。膝痛いな。ごめん。それは早めに言った方がいい。予風するぜ。日曜スプ予風するぜ。出てるよ、幼い三兄弟。リアル寝起きドッキリうむよ。さあ、最後の戦へ参るぞ。これからね。いや、不思議だよね。すっげー眠くなるんだよ、これ。すごい、めっちゃ寝るの早いんですよ。でも、回復も早いから、もう、寝たのがわからないくらい。あれなんですよね。はい、おお、初スイッチ入りましたね。会社そう、会社にとったら。ちょバイトやってんのよ。マジでいや、お前らのために働いてんだよ、俺は。ありがとうございました。幼い外役の真島修斗です、サンナを演じさせていただきました。ありがとうございました。本当に、一生心に残るんじゃないかなって思う、そんな12夜でした。そうですね、最後に、幼い三兄弟がこれからも皆様の心に残り続けるということを願って、最後のラスト幼い外ダンス、ふぅいや誰も乗ってないよ。いくぜ。うん、ありがとう、見てくれて。幼い三兄弟はずっとイエーイずっとイエーイ。いや本当にな、ありがとうございました。最後までらしかった。賢者役鳥越幸です。本当にありがとうございました。本当にあっという間でしたけど、最初はすごい不安もありましたけども、僕らより何よりスタッフさんが楽しんでくれる、そして僕らが和んで、こんだけのギュッとした関係性を築けて、本当に楽しく演じることができて、まず本当にありがとうございました、まあ、撮影中は、体調崩すことなく皆さんでできたことを本当に、嬉しく思っておりますし、本当にいろんな方に、見ていただいて愛されている作品になっていると思いますので、またこう一つこの皆さんで一つ作品を作り上げたいなって思ってますし、その時にはやっぱちょっとガイ君にお寿司のちょっとね差し入れを、ね、してもらえるように、うん、ちょっと今後も頑張ってください。はいということでお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。キャスト、スタッフの皆さん、タイトなスケジュールありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと記念写真撮ろう、はい、まず3人撮らせてください。3人頑張ったよ。いやいや、やめ、お前最高だったよ。だってさ、最高だ。まだ撮っててください、これ。最高だったよ。いや超頑張ったよ。いや、何、はい、はい、体の中めっちゃ熱くなってる。最高だったよ。はい、行きます。カメラ見て、はーい。もう一回お願いします。はい。めっちゃ汗かいてる。じゃあ入ります。あー、ちょっと待って。おー、綺麗な涙、それ芝居、あれ芝居、芝居なのか。芝居っす。芝居っす。やっぱ役者だな。体触ってみる、めっちゃ熱いから。はーい、はい、ガイダンス入ります。はーい、はーい、もう一枚。はい、もう一枚。はい、行きまーす。はい、ズゆういちのサイドストーリー、働かないのゆういち兄ちゃんが4月の27日土曜日から全4回配信されます。おはようございます。ここが駐輪場みたいになっちゃいますよね。かっ
経営買ったんすか。そう。そこじゃねえだろう。え？天獣、ガイ、兄ちゃん頑張って働くからね。